飲んでますよ。あ、飲んでるんだ。そう、鬼殺し水はいいやつっていうアンケート飲んでんだ。取ってるけど見る？マジ？水、うん、見る見る見る。欲しい。何パー？顔表示ドン。95% いいえでした。やば。五パーおかしくないじゃん。しかもいいやつで取るか。伊豆は外役とかで取ったんじゃないんでしょ。伊豆はいいやつで、はいか家で取ったりしてしまうんだけど 95% 家で来て、いいやつじゃないんだ。伊豆は回答者何人だ。いじめをする。回答者何人だ。あ、いやいや、64だけです。よいしょ。70人の 95%? 66人家にしてる。パーセントないんか。なんかしたい伊豆。え？いや何もしてないけどな。つつましく生きてるよ毎日を。まあ伊豆氏、お前が思うならそうなんだろ、お前の中ではな。オタクやな。なんかあったのそういうフレーズ。よくいろんな漫画のワンシーン。ゲンさんもアンケート取ったら 95% ぐらいになると思うよ。うん、何が？ゲンさんの。すいません。ゲンさんの幅寄せる。ゲンさんはいいやつって取ったら。いいやつ。いやー、やってみる？いいやつ75。おい。伊豆は弱い者いじめをするアンケート、うん、751票入って、うん、はい 97% 家に。俺 YouTube アンケートで見たことねえぞその数字。97%。しかも700人答えてて、やばいな。結構信憑されますよね、パイでかいだね。多分これ俺の配信で撮っても、はい、上回るな。あ、そうだ、伊豆さんの配信で撮るの一番面白い。そうそう、マイホームで撮ってもそうだ。いや、これで悪い方向じゃなかったらもう先導されてるよ、伊豆さん。ちょっと下がって65ぐらいじゃない。僕はいいやつって、僕はいいやつ。僕はいいやつ。はい、僕はいいやつで取って、このレース終わりに見ますね、じゃあ。あー、いいですね、いいですね。僕はいいやつ、コミュニティ。僕はいいやつ。はい、今、アンケート出しました。ちょっと家入れてくるわ。ちょっと待って、レース終わる前に入れないと。みんなハト飛ばそう、ハト。グライダー中入れられる。いや、俺がゴールした瞬間に切るんだよね。俺1ゴールで最速で締めるんで。もう家を締めに行った。伊豆さん潰そう、積極的に。おい、こいつらのがいいやつじゃない、いやつと。被害者の会やからな。ハトさん、やって、あ、キノコか。今までのやっぱ恨みがね、恨みって。リンゴさんごめん、リンゴさんごめん、ごめんって言ったのに。ごめん、ごめん。いやでも、ごめんじゃねえんだよ。一番悪いのこっそりアンケート取ってるネロちゃんやろ。ゲンさんを幅寄せをするっていうアンケート流してる今。あ、ナイス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 。幅寄せをしたい。これ100%でいいわもう。イズー。1位になった人に投票するためだけに人めっちゃ来とる。なんだ。なんでそんなこと言うんですか。ないじゃん、ちゃんと今からするやつ全員家に投票するやろがい、こんな選挙権があるんだよ、そうだよ。どうせ300人も減ったんだが。これ被害出てるやないか。調節は減った。ゴマ時代のやり方と一緒やね。もうボロボロや。アンケート終了。閉める閉める、アンケート終了。 OK、 閉めた。あー、投票になれない。キラー中だから入れられる。ズルじゃん。キラー中だから入れられる、やばい。まあ、アンケート結果出ました。12位です。1402票入りまして、はい、71% が、いい絵でした。70% しかいないの。なんでやねん。サバ読んでます。ゲンさんが幅寄せをする。121票入りまして 100% ハイでした。100% ってあんの、うん、それはまあ間違いも一緒にもいないじゃん。いや 100% でいいですよ。すごいな。幅寄せしてるからな。そう、もう世界中に証拠残しちゃってるからな。しょうがない。アンケートなんてあるんだ。本当アンケートあるわ。ありますよ、プラスのところで。そう、これ結構幅寄せしてるから、うん、しょうがない。そう。うまいやん。いやー、これドメだな。やったー、やったー。あれ、なんか僕より後ろいた。死にました。おい、ハゲ、お前2回このゲームで幅寄せしてきて最下位取ってんじゃねえぞ、お前。期待に応えたくて。期待に応えたくて。そういうよりも、聞くことに価値を生み出してしまう。じゃあ、幅寄せしてることの 100% やろ。幅寄せ期待してる人は 100% じゃないの。本当に期待はしてねえよ。するなっから12位までずっと
被弾し続けた。もうマジキモすぎる。俺もハゲに2回引かれたからな。リュンさんイコール幅寄せのアンケート 2% いいえの人がいます。え、でもゲンさんが押したん、ゲンさんがサブアカ使ってそういうことか。言われてますよゲンさん。まあね、聞きたくなるじゃないですか危ない、もう二度と免許取らないでくださいマジでマジでやめちゃう。まあ見えたかよ。いいね、免許取ってからハンドル握ってないからな。マジで運転せん方がいいかもしれない引きたくなっちゃうかもしれない。ゲーム感覚でまずいよカーステでスターの音流しましょう流しながら。今思えば初見さんは幅を寄せるアンケート打ってみよう幅を寄せるってなんか幅寄せはダメよ。やってる本人何言ってたこいつ。ダメだからこそやりたいんですよ。酔ってるからってことがあるだろゲームだからやるから。リアルで幅寄せするやつは逃げアンケート終了したけど、アンケートどこで見れるの。アンケートコメントに出ます。普通に終了したら待ってれば勝手に出ます、うん、あ、なんか545票、はい 99%、 いいえいいえ 0%。 え、何を聞いたのそれは。ゲンさんは幅を寄せる多分それでだったら多分押し間違いの 1% だね。あ、そっか、その範疇ですね。あ、うん、もう一回やり直してあげた方がいいんじゃないですか。なんでだよだって間違えちゃったから。かわいい。 1% どっか行っちゃったんだけどね。あまりにも少ないと多分そうカウントされてないんじゃないかな、死者誤入とかで。じゃあ1人ぐらいか入れたのはゲンさんじゃない。ゲンさんまたですかゲンさん。死者入れませんよサブアカで思い出しましたけど、宮屋さんのサブアカって最近ないっすね。え、やってますよ、たまにちょこちょこ。あるんだ。ちょこちょこと。うん、やってますよ。落ち着きましたね、なんか。なんか、どうでもいいことはつぶやいてます。ドス伊勢じゃん。うん、ドス伊勢。みんなおはよう。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 あ、違う。多分今の子ちゃん、曲がって伝わったわさ。あの、アンジャッシュですよね。なんか嵐のアカウントあったでしょ。ウェブス、ああ、そういうことか。そうそうそう。ツイッターじゃなくて。あった。宮屋さんが嵐してたのそうだよ。え、皆さん嵐してたの？誰の？え、みんなの。みんなの。はいはい。見たことない阿部ちゃん。そう。なんかウェブカムみたいな。そうそう。英語でね毎回。拒否してたね確か。ああしてた。皆さんだったんだ。そうだよ。え？アメリ人とかだけは必要に書き込んだわ。そういえば。